その可能性も十分あるわ。何にせよ、すべての事柄には確かな真実があると私は信じてる。そして真実はいつか必ず明かされる。僕もそう思うよ。少なくとも失踪した少女の家族には真実を知る権利がある。想像したことがあるよ。もしリネットが行方不明になったらってね。そんなことがあれば、僕はどんなことをしてでもリネットを連れ戻すし、絶対に犯人を突き止める。想像だけであってほしいものね。やっぱりこういった小さなサプライズこそ生活に欠かせないものね。オイラたちも楽しかったぜ。気づかないうちに着いちゃったな。この後まだ取材があるの。そろそろ時間だから失礼するわね。うん、またな、シャルロット。ええ、機会があったらぜひスチームバード新聞社まで遊びに来て。記者の仕事って大変そうだな。ところで、これからどこに行くんだ？その、もしよかったら、先に僕たちの家に戻ってもいいかな。集めた材料を持って帰らないと。うん、もちろんいいぜ。フォンテーヌ邸は広すぎて、オイラたちもどこから回ればいいかわからないしな。ここが僕たちの仮住まいさ。あ、フレミネ、いたのか。みんなはどこ？この二人をみんなに紹介したいんだけど。リネ？リネット？みんなはさっき出かけたよ。そうか。まあ、お父様がそろそろ帰ってくる時期だから、みんな忙しいんだろうね。仕方ない。ああ、二人とも。この子は僕の弟で、フレミネだ。すごく腕のいい潜水士なんだよ。こんにちは。こんにちは。オイラはパイモンで、こいつは旅人だ。
潜水士の弟がいるなんてすごいな。そのリネ、ちょっとこっちに。ん？どうしたの？何か話でもあるのかい？そうか、わかったよ。何かあったのか？いや、なんでもないよ。火事とかそういう話。そうだフレミネ、旅人と一緒にマジックポケットの材料を集めたんだけど、そっちはどうだった？うん、僕も水中でいっぱい取ってきた。ちょうど渡そうと思ってたところ。さすがだね。やっぱり水中の方が効率がいいか。じゃあ急いで工房に送り届けよう。雨が降ってきたみたい。本当だな、今の今まで晴れてたのに。フォンテーヌの天気って変なの。仕方ない仕方ない。歌劇場で審判がある日はいつもこんなにわか雨が降るんだ。安心して、すぐに止むから。ん？フレミネ、どうしたんだ？僕はあの伝説を信じてる。フォンテーヌにはかつて水の竜王がいた。今はどこにいるかわからないけど、その水流が涙を流すと空から雨が降るって。小さい頃母さんに言われたことがある。雨が止んで欲しかったら空に向かってこう叫べばいい。水流、水流、泣かないで。もし本当に元素流なら、そういった不思議な力があってもおかしくないけど。おいらも試してみるか。水流、水流、泣かないで。何も起きないね。やっぱり伝説は伝説か。お兄ちゃん、ロマンのわかる魔術師になればもっと人気になれるかもよ。そうだね。もしかしたら知り合いでもない僕たちから慰めを受けても別に気分は良くならないってだけかも。今日の雨は結構降ったね。もうこんな時間か。まずいな。何かやることがあるのか？ああ、歌劇場でやる公演の準備だよ。どうにか今日の純粋戦の最終便までには間に合わせないと。公演当日は純粋戦でエリニス島に来て。歌劇場はその島にある。リネットが歌劇場前の噴水広場まで迎えに行くから。その、もう行く？どうしたんだいフレミネ、今ちょっと急いでて。あ、そうか、マジックポケットの材料を届けに行くのが恥ずかしいんだね。旅人、悪いけど頼まれてくれないかな。これらの材料をボーモント工房のオーナーまで届けてほしいんだ。フレミネはちょっとシャイなところがあってね。あそこのオーナーはおしゃべり好きだから、フレミネも昔から苦手みたいで。うん、いいぜ、オイラたちが行ってやるから安心しろ。本当にごめんなさい。僕のせいでこの恩は必ず二人に返すね。恩だなんてそんなガチガチに考えなくていいぞ。オイラたちもどうせついでだからな。
ありがとう。あのお姉さんは本当に苦手で。おや、見慣れない顔だね。何がお望みだい？買い物、製造依頼、それとも雑談？材料を届けに来たんだ。ほら、なんとかってやつを作るのに使う。ああ、マジックポケットだね。もういくつも注文が入ってるから一目でわかったよ。いいや、もうすでに十分な数の資金をもらってるから、あの子たちが何に使うのかを聞いて私も値下げしてあげたかったんだけど、私も商売で苦労してるだろうからそのままの金額でいいって聞かなくてね。まったく、お金持ちなだけじゃない、本当に優しい子たちだよ。リネたちってお金持ちだったのか。よくは知らないけど、フォンテーヌの魔術師なんてのは結構稼げるもんなんじゃないのかい？そういえばオーナー、ここの工房っていつもこういう機械で物を作ってるのか？なんかすごそうな感じがするな。機械でやれるなら手を使うやつなんていないだろう。最新の技術を使わないのだってある意味じゃ浪費さ。そして浪費は罪の一つでもある。じゃあこんなでっかい機械一体何で動かしてるんだ？そうだねあんたたちみたいな素人にエネルギーシステムのことを説明するのはなかなか骨が折れそうだね。簡単に言いや、フォンテーヌ人が普段使ってるエネルギーは基本的に立証混合エネルギー、つまり審判で生まれたエネルギーから来てるのさ。え？審判からエネルギーが生まれるのか？どういう原理だよ。ああ、私も具体的には説明できないけど、大雑把に言うと、法廷で審判が行われるとき、ユシ最低カーディナルが人々の正義に対する信仰を集め、それをエネルギーに転換して全フォンテーヌのために使うってなもんかね。ユシ最低カーディナル、確か神が作った審判マシナリーだっけか。そんな機能もあったのかよ。でもまだよくわかんないぞ。信仰みたいにふわっとしたものをどうやって機械のエネルギーに変えるんだよ。あ、つまり水神はこういう機械を使って信仰から生まれる力をエネルギーに変えて全フォンテーヌのために使ってるってことか。あんたらの言う概念とか考えは私からすると目新しく感じるけど、案外理にかなってるかもしれないね。それから立証混合エネルギー以外にもプネウムシアって呼ばれるエネルギーもある。生産過程では神の力に頼らなくていいんだけど、不安定なエネルギーでね、未だに広い範囲で一般に向けて実用化ってところまでは行ってないのさ。仕事ほったらかしてまた雑談か、オーナー。俺も混ぜてくれよ。なんだってまたここに。あんたらカブリエル商会から借りた金は来月必ず返すと言ったはずだよ。とやかく言われる筋合いは。来月を待たずして逃げられるってこともあるだろう。今日は少なくとも5割、いや7割を回収させてもらう。あんたら、どうやらこの工房経営状況が良くないみたいだな。
もう材料も渡したし、オイラたちはそろそろおいとましようぜ。ちょっとちょっと、借金の取り立てをする前にまずは自分たちの方を清算したらどうだい。君たちカブリエル商会が俺たち北国銀行のビジネスを奪うのは別に構わない。でもまさか北国銀行に不良債権を残していくなんてね。おっと失礼、俺が先に話をしてもいいかな。北国銀行のもんか。来月必ず返すと言ったはずだ。とやかく言われる筋合いは。お旅人おちびちゃん、まさかフォンテーヌで会えるなんて思ってもなかったよ。オイラたちもまさかお前がここにいるなんて思わなかったぞ。なんでスネージナヤを離れてフォンテーヌにまで来てるんだ。話すと長くなるけど、実はもう長いことフォンテーヌにいるんだ。それはそれは退屈してたところさ。君たちに会えたのはある意味運命だ。旧友だからってだけじゃなく、どこに行っても争いが生まれる君たちだからね。どう考えたってこの先の日々がぐんと面白くなるに決まってる。オイラたち、お前の言う面白さは別に好きじゃないんだぞ。旅はやっぱり順調じゃないとな。そうだろ旅人。おい北国銀行の男、こっちを無視するな。邪魔しないでくれるかな。旅人と会える機会なんてめったにないんだ。君たちはそこで待つといい。貴様、借金の取り立てに来たのはそっちの方だろうが。なのに雑談が終わるまで待てってか。小僧、お望み通り今すぐ金を返してやる。おらこっちに来い。邪魔するなって言ってるのに。あ、そうだ旅人、前にトーニャとテウセルを氷釣りに連れて行ったんだけど、テウセルが。おい図に乗るなよ野郎ども、そいつを始末しろ。はあ、話をする暇もくれないとはね。まあいい、北国銀行からは客に手出しをするなって言われてるけど、君たちからかかってくるなら正当防衛だ。二人とも俺のために証人になってくれよ。まあお前なら一瞬で片付くだろうな。痛いから我慢しろよ。なんなんだお前は、強すぎるにも程がある。スネージナヤの北国銀行、まさかお前は。今さら気づいても意味ないよ。北国銀行が君たちの手に負えない相手だってことだけ分かってくれればいい。お？へ、好きやり。妙だな。わからない。手を出そうとした瞬間、水元素力が急に言うことを聞いてくれなくなったんだ。まさか神の目に何か。そんなことってあるのか。神の目の制御を失ってしまうなんて、オイラ初めて聞いたぞ。まあいいや、過度に神の目の元素力に頼れば鋭さを失ってしまう。それに俺には邪眼もあるしね。それでタルタリアはなんでフォンテーヌに来たんだ。北国銀行のお使いってわけじゃないんだろう。ああ、それは最近気分が下がってたからかな。え、なんだよその理由。お前にも悲しい時があるのか。もしかしたら俺も自分のことをあんまり分かってないのかも。近頃
体の内に何かの力がうずくような気がしてね。それになぜか時折気が沈むんだ。もしかしてさっきの神の目の不具合もその力と関係してるんじゃないか？確かにそうかもしれない。そうだな、君たちに言ったかどうか覚えてないけど、俺は14歳の頃謎の深淵に落ちたことがあるんだ。今の力はほとんどその時に習得したものさ。そういうことを俺に教えてくれた師匠がいて、名をスカークと言った。彼女は口数が少なくてとても不思議な人だった。どこから来たのか何を経験したのか全くわからない人でね。戦闘の技術を教えてくれる時もすごく厳しかったよ。どうして俺を弟子にしてくれる気になったのか一度聞いてみたことがあるんだ。確か俺が奴を呼び覚まし、俺の身に奴の痕跡が残されたから、そして将来これらの戦闘技術はきっと役に立つって言われたよ。奴ってなんだ？お前は何を呼び覚ましたんだよ。それが師匠はそれについてははっきり言わなかったんだけど、俺は深淵に落ちる際に見た夢と関係があると踏んでる。夢の中で俺は果てない海の底にいて、目の前には息が詰まるような迫力のクジラがいた。クジラ？そういえばなんかそういうイメージあるぞ。オイラたちとやり合った時、デカクジラの大ジャンプみたいな技を使ってたよな。もしかしてあれか？あれはただの元素力で作った概念のクジラさ。あの夢を見た時から夢の中のあのシーンがずっと心に焼き付いていて振り払えないんだ。だからってそれを自分の技に入れたのかよ。悪趣味だな。なんで師匠に直接聞かないんだ？もしかしたら答えを知ってるかもしれないだろ。そんな簡単に言わないでくれ。あの件以来俺がスカーク師匠とあの深淵の捜索をやめたことはない。探し続けてもう何年も経つのに何も進展がないんだ。記憶の中で謎の深淵に落ちた場所も今ではその痕跡すらない。うわぁ、なんか階段みたいだな。ああ、手がかりは全て途絶えてしまった。まあ仕方ないさ。この世の奇遇っていうのはこういう風につかみどころがないものなんだろうね。おっと、いつの間にか話し込んじゃった。そういえばまだ用事が残ってたんだ。今日のところはこの辺で。また北国銀行の仕事か？いや、個人的な用事さ。最近暇な時にフォンテーヌの決闘代理人たちと出会わせをしててね。決闘代理人？そういう職業があるのか？ああ、フォンテーヌじゃ容疑者が法廷に出向く前、名誉を守るためのチャンスとして公式の決闘代理人に決闘を申し込めるんだ。でも決闘代理人は国中の精鋭たちから選び抜かれた強い奴らばかり。その上決闘に寸止めなんて概念はない。だからこの行為は命を懸けて名誉を守ることの象徴とされてるんだ。勝てば審判を免れ、負ければおとなしく法廷行き、そして最悪の場合決闘によって命を落とす。フォンテーヌには死刑が存在するという噂だけど、本当に死刑に処された人はまだいないらしい。だからどうしても受け入れられない冤罪とか名誉が第一とか、そういった人だけが決闘を申し込むんだ。そうでもなければ自分の命を懸ける必要なんてないからね。じゃあ本当にその方法で審判を免れたやつはいるのか？それはごくわずかだそうだよ。フォンテーヌの管理者がこんな規則を作ったのは個人の名誉への尊重を示してのことに過ぎないだろう。それに決闘代理人も伊達にその任についてるわけじゃない。これこそ
俺がフォンテーヌに来てすぐにそいつらと手合わせした理由さ。今日のクロリンでは噂じゃ決闘代理人の中でも最強らしい。ずっと挑発し続けてやっと手合わせしてくれることになったんだ。お前な。それにしてもクロリンデって名前どっかで聞いたような。どこだったっけ。そうだ、これは君たちが持っててくれ。お前の神の目じゃないか。適当すぎるだろ。こんなもの他のやつに持たせていいのか。この神の目がさっきみたいな状況になって決闘に影響したらつまらないだろ。だからいっそ持たないことにした。それに旅人に預かってもらいたいだけさ。後で取りに来るよ。な、オイラ分かったぞ。次にオイラたちに会うための口実が欲しいだけなんだろう。そんなことないよ。それじゃまた後で連絡するから。タルタリアのやつ、気が沈むとか言っておきながら結局は相変わらずだったな。これでしばらくやることがなくなったよな。リネたちの公演までにこの街をブラブラしてみようぜ。おお、そうだったのか。まさかずっと存在感のなかった記者が犯人だったなんて。だ、ごめん、びっくりしすぎてうっかり。でもここの推理小説って本当に面白いな。フォンテーヌの推理小説って八重堂の娯楽小説とは全然スタイルが違うんだな。どっちもいいところがあるけど、オイラからするとこっちの方が新鮮に思えるっていうか。謎が明かされる瞬間とかすっごく興奮するぞ。特に今読んでたやつ、お前も買って読んでみろって。ごめんって、これからは気をつけるぞ。あ、それはそうと、そろそろ歌劇場でリネたちの公演を見に行く時間だよな。出発しようぜ。リネのやつ、歌劇場はエリニュス島にあるって言ってたよな。純粋船に乗っていこうぜ。神よ、どうか賢く健康な子供を授けてください。そんなことどうだっていいわよ。健康でいてくれればそれで十分。平安な一生を送れることこそ一番の幸せでしょ。そうだな。でも僕たち二人の子ならきっとお利口さんだぞ。これフォンテーヌのしきたりなのか。夫婦がたくさん集まってるぞ。バス。どうしたんだ？バス。バス。およ、
この噴水はルキナの泉といって、フォンテーヌのすべての水が交わるところなの。フォンテーヌの新婚夫婦はみんなここで子宝祈願をするのが習わしよ。リネット、びっくりしたぞ。いつの間に来てたんだ。お兄ちゃんが噴水広場で待てって言ってたの、忘れたの。それは覚えてるけど。ここは人が多いから当然でしょ。何が言いたいの。おい、脅かすなよ。ピルマからそんなおかしなことあるわけ。そう、確かにあなたに教えてあげられる情報を持ってるわ。もしかしたらその疑問に答えられるかも。それは幻聴なんかじゃない。あなたの水元素の感知力が強すぎるせいで起こったこと。うちにもあなたのような体験をした人がいるわ。水元素の感知力？でもこいつが聞いたのは人の声だろ？元素力と何の関係があるんだよ。あなたはいつ涙を流す？え？ん？なんで急にそんなこと聞くんだ？答えて。悲しい時とかか？それかすっごく嬉しい時とか、すっごく怖い時とかか？なら、あなたにも理解できるはず。涙には強烈な感情が含まれている。さっきルキナの泉はフォンテーヌのすべての水が交わる場所だと言ったでしょう。つまり大地に落ちた涙もやがてはここに集まる。あなたが聞いた声ももしかしたら誰かの涙の強烈な感情かもね。それでそいつはなんて言ってたんだ？本当にそうだとしたら一体何があったんだろう。その人よりも今はお兄ちゃんのことを気にかけてあげて。普段は余裕そうに構えてるけど、本番前はいつもすごく緊張するの。あなたたちと話せば緊張もほぐれるかも。お、そうなのか。じゃあリネに会いに行こうぜ。やっぱり約束を守ってくれたね。旅人にパイモン、君たちに出会えて本当によかったよ。からかうなよな。ずっと楽しみにしてたんだから、お前の公演を見逃すわけないだろ。そうみたいだね。こんなに早くついてくれるくらいだからちょうどよかった。まだ観客も入ってないし、せっかくだから君たちに最高の席を用意しよう。チケットを取ってくるから待ってて。歌劇場は昔から指定席制でね、事前登録が必要なんだ。はい、これはもう登録済みだよ。君たちのチケットだ。わあ、一番前の席じゃないか。ありがとなリネ。なんてことないさ、遠慮なく楽しんで。おい、リネさん、ちょっとこっちに来てくれないか。ああ。舞台道具の配置にちょっと問題があるみたいだ。アシスタントのコーエルが呼んでるから、ちょっと見てくれよ。うん、オイラたち先に席に座ってるぜ。お前は自分のことに専念していいぞ。
座席番号は、あ、この辺だよな。座ろうぜ。おい、旅人、隣の人にちょっと話しかけた方がいいんじゃないか。誰もいない状況で隣同士なのってちょっと気まずいぞ。お前、まあ分かってたけどな。すまない、この雰囲気に気づかなかった私のお家とだ。必要な時は気兼ねなく話しかけてくれればいい。あ、聞こえてたのか。耳がいいんだな。さっきあんなに小声だったのに。こそこそしちゃって失礼なことしちゃったぜ。その話をしよう。何を話せば。あ、そうだ、お前もこんなに早くに来て一番前の席に座ってるってことは、もしかしてオイラたちと一緒でリネの友達なのか。友達か。もしリネ君が希望するなら喜んで友達になろう。じゃあ違うってことか。まずいな、雰囲気がますます。そうだ、自己紹介を忘れてたぜ。改めてこんにちは、オイラはパイモンで、こいつは旅人だ。オイラたちフォンテーヌに来たばかりなんだ。ごきげんよう、会えて光栄だ。二人の噂はかねがね伺っている。マナーにのっとり私も自己紹介をしよう。私はヌビレットさん。公園に来てくれるなんて本当に光栄です。何リネ君、この目で直に君の公演を見られるなんて私の方こそ光栄だ。ヌビレット、あ、もしかして。ん、今話をしてたみたいだけど、もしかしてヌビレットさんの身分を知らなかったのかい。この方はフォンテーヌの最高審判官なんだ。ほら、あそこ、あのポジションは昔からヌビレットさんのものなんだよ。フォンテーヌの公正の象徴と言っても過言じゃない。そうだったのか。さっきは失礼なことを。そんなに大物だったなんて。気にするな、最高審判官などただの仕事に過ぎない。一人一人に自分のポジションがあるように私も特別なわけではない。それから多少不本意ではあるが、一応言っておこう。さっきからずっと高所の貴賓席からポーズを決めている奴がいる。君たちの目に初めて映った時に最もかっこいいと思い込んでいる姿を見せたいがためにな。気づいてやってくれ。でないと落ち込んでしまうだろうから。うわぁ、水人フリーナ、なんかすっごく得意げな表情だな。お前に見破られたことになんか全然気づいてないみたいだぞ。それはよかった。彼女のことは気にするな、私たちは公演に集中しよう。フォンテーヌの水人と最高審判官ってこんな関係なのか。さて、もう少し待っててくれるかい。もう準備はほとんど終わったよ。観客が入り終わったら公演開始だ。やっとか。オイラ、生でマジックショーを見るのなんか初めてだ。すっごく楽しみだぜ。おお、暗くなったぞ。もうすぐ始まるのか。
ージ。本日はお忙しい中、エピクレシス歌劇場へお越しいただきありがとうございます。本日のパフォーマー、リネです。こちらは僕の妹で最も重要なアシスタントのリネットです。さあ、みんなに挨拶して。こんにちは。眠そうに見えますが、こう見えて緊張してるんですよ。好きに言うといいわ。皆さん、こう思っていませんか？自由に元素力を使える神の目を持つ我々にとっては、マジックなんて簡単だろうと。ならば、ここに約束いたしましょう。今日この舞台上で起こることは全て、元素力とは無関係です。私もリネットも、すでに神の目を外しました。これで神ですら手を差し伸べることはできませんね。なるほどな。いわゆるマジックと魔法の違いってやつだな。もう待ちきれないという皆さんのために、早速幕開けとしましょう。リネットはこれから少々準備に取り掛かります。どうか寂しがらないで。少しの我慢ですから。すぐに思いもつかないような形で再び登場し、注目の的となってくれるでしょう。あ、それから最後に一つ注意事項を。瞬きのタイミングは慎重に選ぶこと。マジシャンの極意は、有から無へ、無から有へ、千変万化を成し遂げること。近頃の観客はみんな、伝統的なマジックなんてとうに見飽きている。僕が唯一無二であると証明するにはどうすればいい？ここで難題を一つ。注目の中、この水の牢獄から妹の姿を消してみせましょう。そう難しくはない。人を泡に変え脱出させるだけ。道具の点検はあれほどしとけって。蓋が閉まれば空気でさえ出られない。初心者なら大慌てのところだ。幸い舞台にいるのはこの僕。真の実力をお見せしましょう。リネット、まだいるかい？あんまり離れないで。魔力が尽きたらバレちゃう。うん、ただいま。
私たちに簡単に見破られてしまうくらいなら、彼の技術もまだまだ鍛錬が必要ということになってしまう。マジックを鑑賞するときは、恋に隠された手法よりも舞台が織りなす過程に目を向けるべきだ。確かにな。リネットが出てきたときはびっくりしたぞ。本当にすごいぜ。ありがとうございます。こちらのパフォーマンスにはご満足いただけましたか？しかし、この不思議な旅はまだ終わりません。これよりもさらに驚くような瞬間を用意していますよ。転移と消失のマジックはまだまだ進化するんです。皆さん、水槽脱出のマジックは一切の隙もないように見えたけど、結局リネットが相手だったから成功したんだなんて思っていませんか？リネットが助手であれば、事前に準備する時間は十分にあると。ならば次のマジックは、ここにいる幸運なお客さんに手伝ってもらいましょう。さあ、魔力に満ちた箱を舞台へ持ってきて。さて、箱は全部で2つあります。一つはここに、もう一つは観客席中央の通路に。勘の鋭いお客さんはすでにお気づきでしょう。そう、次のマジックは入れ替わりです。選ばれたラッキーなお客さんには、僕がこちらの箱に入るのと同時にあちらの箱に入ってもらいます。そして1分後、お互いの箱から姿を現してみせましょう。皆さん、僕が細工できないよう、視界の箱から絶対に目をそらさないでくださいね。うわ、どうやってやるんだ？な、リネって本当に魔術が使えるんじゃないのか？ラッキーなお客さんが誰になるかは、このナンバー抽選機で決めましょう。この機械は完全にランダム。この幸運が誰に訪れるのか、僕にだってわかりません。では、始めますよ。どれどれ？ああ。第7列、3番目のお客さん、おめでとう！直々にこの不思議な1分間を体験できますよ。さあ、彼女をマジック箱のそばへ連れてきてくれるかい？箱の中の空間が狭くてごめんね。でもその代わり、緊張がほぐれるよう、中は手の込んだ装飾でいっぱいにしてありますから。あなたは何もしなくて大丈夫です。途中で何か不思議な感覚になったとしても、絶対に出てこないで。マジックが中断されてしまえば、あなたがどこに現れるか僕にもわかりません。気がついたら、メロピデ要塞にいた、なんてこともある。ええ。さて、箱に入る前に、皆さんに一つお願いしたいことがあります。どうか、カウントダウンをしていただけませんか？ 60、59、58という風に、一つずつ数えてください。少し早くなったり遅くなったりしても構いませんよ。暗い箱の中では何も見えませんから、皆さんの声だけが頼りです。あ、意地悪はなしですよ。30秒で60回を数え切ってしまわれては、僕も困っちゃいますから。そんなこと言われたら、逆に早めに数えたくなるぜ。おっと、皆さん、だいぶ意地悪な表情ですね。やっぱり事前に練習しておきましょうか。60、59、58。いきますよ。せーの。60、59、58。そうそう、そのスピードです。それを保ってくださいね。それでは、カウントダウンが終わった後、もう一つの箱でまたお会いしましょう。54、53、52。ヌビレットは数えないのか？私は心の中で数えよう。観客の音量はすでに十分だからな。これは身分と性格によるところだ。気にせずパフォーマンスに集中するといい。真面目な表情だったから、怖
こういうのになれないのかと思ったぜ。40 39 38。リネさん、いるか？準備はいいか？慌てないで。今魔力の方向を確認してるから。どこか変な場所、例えば観客席の上に出て落ちちゃったりしたら、それこそ事故になっちゃうからね。なんかリネのやつ全然急いでる感じがないよな。ことだ。リネさん、まだ箱の中にいるのか？うっかり装飾を落としちゃってね。直そうとしたんだけど、中が真っ暗で右も左もわからないや。もう時間がない。装飾なんて気にするな。パフォーマンスの方が大事だ。それはダメだよ。パフォーマンスに欠陥があってはならないんだ。安心して、まだ20秒もあるから。19 18 17。やれやれ、予想外の状況が多くてすみません。なんだかカウントダウンがどんどん早くなってきてる気がしますが、いいでしょう。一つ一つ数えるのは確かに疲れますからね。あと十数秒、十分です。準備はほぼ完了。いや、二人の位置を入れ替えるのは大掛かりだね。僕みたいな熟練の魔術師でも一回で成功できるかどうか。ねね、僕は後ろに行けた？箱の中は同じだからわからないや。え、また失敗。ねえ、もう一度。ちょっと待ってて。もう5 4 3。また今のはなし。ってことだ。まさかこれ本当に事故なのか？箱の中にはまだ人がいるよな。公演中止だ。医療スタッフは私についてこい。警察隊は現場を保護し、全ての出演者を抑えろ。歌劇場の出入り口も一時的に封鎖する。その通りだ。事故なら原因を特定しなければ。事故じゃなかったら、その時は正義の神の審判は免れない。君たちも慌てなくていい。何が起こったのかはすぐ把握できるだろう。不幸なことにマジックボックスにいた人はすでに息を引き取っていた。死者の名はコーエル。リネ魔術団のアシスタントの一人だ。舞台上の花火が水槽上部のロープに引火したことが水槽墜落の直接の原因となった。なぜ箱の中にいたのが選ばれた観客でなくコーエルだったのかについてはまだ原因を突き止められていない。だが警察隊が捜索したところ、あの少女は蒸発したかのように行方知れずになった。こうなればもう単なる舞台の事故とは言えない。
連続少女失踪事件に属する一連の事件とも多くの特徴が一致している。連続少女失踪事件？連続少女失踪事件ってシャルロットが言ってたあの事件のことだよな。わかった、わかったよ。一目で見通せる謎を目玉にしてくれるとは、僕たちも見くびられたものだね。腕の立つ全能の魔術師リネ君こそが連続少女失踪事件の首謀者じゃないのか。どうして僕が。これは完全なアクシデントだ。全てはマジックショーの最中に起こったことだ。少女が選ばれて消えたことも、君のアシスタントが帰らぬ人になったことも、今にして思えば前置きの U から無へ、無から U へは一種の挑発だったわけか。嘘だろ、本当にリネなのか。でもこいつはずっと舞台上の箱の中からオイラたちに話しかけ続けてたんだぞ。それにこいつは出会った時から連続少女失踪事件の犯人を捕まえたいって言ってたんだ。自分を捕まえたいだなんておかしいだろ。言い争いはそこまでだ、フリーナ殿。今の発言はリネ君やその仲間に対する告発と受け取ってよろしいか。え？僕はただ彼のことを。告発について話すには時期尚早じゃ。フリーナ様の推理、確かに理にかなっています。自ら正義の主催をされるんですね。トリックの裏に隠された誘拐と殺害の事実を一言でズバリと言ってのけるとは、さすがフリーナ様。古本、その当たり前だろう。見えすいた真相より目の前の相手の方が僕を興奮させてくれるんだ。さてそこの異教の旅人よ、君は手を差し伸べるんだろう。この前はリネ君に大いに助けられたはずだからね。なら問題ないね、諸君。実はこの旅人と初めて対面した時に、僕らはすでに一度対決を行っているんだ。それがまさかリネ君の助けで引き分けになってしまうとはね。引き分けというのは一番つまらない。いずれ必ず君との決着はつく。そのクライマックスが遅かれ早かれ訪れるとするなら、歌劇のフィナーレにこそふさわしい。あいつあの時負けたよな。よかろう、告発成立だ。告発があれば審判するのみ。旅人、フリーナ殿は君を相手として見ている。彼女の大げさな言い方は置いておくとして、君自身の意見を聞こう。君はリネ君の味方となって彼を擁護し、彼の代理人になる気はあるか。わかった。審判は明日、歌劇場で執り行う予定だ。双方、自由に事件を調査し、真相を究明するがいい。リネ君と彼の魔術団には、当事者として全員歌劇場で待機してもらう必要がある。残りの観客は、警察隊の確認が取れ次第、順番に退出してくれ。一日はあっという間に過ぎゆくものだ。名高き大物の君が一体どんな波を巻き起こせるか。心から楽しませてもらうよ。